バレエ大好きティアラちゃん。ティアラの招待状。ティアラは学校が終わると、いつもバレエのレッスンばかり。学校のお友達は、そんなティアラをどう思っているのでしょう。ちょっと覗いてみることにしましょう。ティアラは学校が大好き。学校へ行く野原の道も大好きです。 野原は白つめ草の白い花でいっぱい。まるで白と緑の広い広い絨毯のようです。気持ちのいい風が花の甘い匂いを運んでくれます。今日の三、四時間目は図工の時間。野原で過ごしながら何かを作る。野原で見つけようの授業です。 ティアラは白爪草の花で花飾りを編んでいました。ほら、これをね、重ねたアクリル板の縁に貼るの。写真立ての出来上がり。一緒に花飾りを作っていたチコとポロンが言いました。ティアラちゃんって何でも上手に作るよね。学校が終わった後、何をして遊ぶ ティアラちゃんも来るでしょう。ティアラはシュシュとの約束を思い出してちょっと困ってしまいましたそこへちょうどシュシュが通りかかって言いましたティアラちゃん今日の約束何時にする今日はシュシュとポピーがお家に遊びに来ることになっていたのですシュシュちゃんって隣のクラスよね 私たちティアラちゃんと遊ぶ約束してるからシュシュが黙って言ってしまうとチコが言いました「ティアラちゃん最近私たちと遊ばないよね」バレエ教室の勉強会があったから私たちティアラちゃんのこと信じてるからとポロン「信じてるってどういう意味だろう?」 ティアラにはわかりません。でもなんだか気になってきました。シュッシュはティアラが小さい時からのお友達です。初めてスワンバレースタジオを見に行ったのは4歳の時。その時のことを思い出しました。ティアラはお母さんの背中に隠れてばかり。そんなある日、ティアラの手をぎゅっと握って鏡の前に連れて行ってくれた手の 小さかったことそれからずっとシュシュはお友達学校が終わってシュシュとポピーがティアラのお家に遊びに来ました「大丈夫だった?」とシュシュ「うん」とティアラは言いましたがなぜシュシュがそんなことを聞くのかよくわかっていません。ふとリラのお部屋から 白鳥の湖が聞こえてきました。ドンキホーテばかり聞いていたのに、今度は白鳥になったのかしら。ティアラはお姉さんに聞いてみようと思いました。シュシュとポピーにとって、リラはバレエ学校の憧れのお姉さんです。まだ内緒ね、とリラは嬉しそうに言いました。スワンバレエ団の白鳥の湖に、 コールドバレーで出られるかもしれないの。すごいお姉さんまだ生徒なのにダンの舞台に出られるのいつそして三人はリラが話すオデットの物語を夢中になって聞きました。次の日、ティアラはチコとポロンに、おはようと元気に挨拶しました。 ところが二人とも知らんぷりティアラは胸がチクチクしました昨日はごめんね、遊べなくてとティアラティアラちゃん、今日は遊べるの今日はバレエがやっぱりねティアラちゃんは私たちよりバレエの方が大切なのよその言葉にティアラの胸はズキズキしてきました 私そんなこと考えてない。ティアラは言いました。友達とバレエを比べたことなんかありません。バレエがあるから遊べないっていうくせに、バレエの友達とは遊んでるじゃない、とチコ。そしてポロンはこう言いました。信じてるって言ったのに、ティアラちゃんは裏切ったのよ。 その日、ティアラは一人ぼっちでした。体育の時間、いつもは飛べる飛び箱が飛べませんでした。音楽の時間、普段は上手に吹けるリコーダーを間違えてしまいました。算数の時間、計算問題が解けなくて、授業が終わってからやっとできました。お当番なのに、授業の終わりの挨拶を言うのを忘れました。 そしてティアラは一人で帰りました。何でも頑張るティアラですが、中でもバレエは特別。バレエのレッスンをしているときには、嫌なことも嬉しいことも全部忘れてしまいます。短寮はつま先に意識を集中して。足を変えるときにフラフラしてはダメよ。ローザ先生は、 基礎がととてても大切だと教えてくれますティアラちゃん親指に体重を乗せないでもっともっと上手になりたいティアラはそう思ってレッスンしますティアラは勇気を出そうと思いましたそして長い時間をかけて手紙を書きました学校のお昼休み ティアラはチコとポロンに手紙を渡しました。心を込めて書いたのです。招待状。チコちゃんとポロンちゃんへ。私がバレリーナになったとき、初めての舞台に必ずご招待します。ティアラより。信じてる、裏切ったって言われたとき、 意味がかからなかった。だってチコちゃんとポロンちゃんはいつでも大切なお友達だからでもバレエは特別なの特別って何私はバレリーナになるのなれないかもしれないじゃないバレリーナになれなかったらなんて考えたことないのバレエを踊ってない私なんて 私じゃないもんでもチコちゃんとポロンちゃんに嫌な思いをさせてしまったのに気がつかなくてごめんなさい。だからとティアラ「バレリーナになったとき番大切なお客様として招待したいの」うん私ティアラちゃんが私たちのこと好きじゃないって思ってた。 だから意地悪したの。とちこ。ああ、ティアラちゃんをバレエに取られちゃった。バレリーナになるならしょうがないかな。とぽろん。三人は恥ずかしくなって笑いました。五時間目は音楽発表会の練習です。学年合同の歌の練習が始まりました。 ピアノの伴奏はティアラです。ねえチコちゃん、ティアラちゃんって頑張り屋さんなのよね。うん、本当にバレリーナになれるかもしれないね。そうしたらファンクラブ作って応援してあげようか。ティアラの冒険 皆さんは劇場の舞台裏行ったことがありますかそこは舞台で使ういろいろな道具が置いてあってまるで迷路みたいなんですそしてティアラが開けた扉はティアラのお姉さんリラはスワンバレエスタジオの上級生いつも優しくてバレエがとっても上手ティアラの憧れです でも今日は朝からそわそわちっとも落ち着きがなくていつものお姉さんじゃないみたいそれもそのはずいよいよ明日はスワンバレエ団の白鳥の湖の公演今日は劇場でリハーサルがありますリラはローザ先生の推薦でコールドバレエの一人に選ばれて出るのですコールドバレエも普通は団員が踊ります リラはまだ生徒ですからとても名誉なことなのです。行ってきます。リラお姉さん今日は少し変だったね。緊張しているのかなとティアラは言いました。そうね発表会には慣れていてもバレエ団の公演となるとやっぱり違うのかしらね。あらと言って。 お母さんがテーブルを見ました。リラったら、お弁当を忘れて行っちゃったわ。私、届けてくる。ティアラは大急ぎで飛び出しました。劇場は町のちょうど真ん中あたりにあります。劇場前は大きな広場で、中央の噴水にはお天気の良い日にはいつも虹がかかっています。 し席を覗いてみると照明がチカチカ音楽が鳴ったりやんだりみんな忙しそうな人ばかり「公演の準備って大変なのね」「お姉さんはどこ?」なんて聞けそうもないわ「楽屋へ行けばわかるかしら」「舞台のすぐ脇の扉を入ると狭い廊下でした」 しばらく行くと、右側に扉があったので、入ってみることにしました。また廊下です。今度は突き当たりまで行くと、左側に扉。なんだか迷路みたい。ちょっと不安になってきました。ずいぶん古い扉のようです。これを開けても大丈夫かなもしかしたら別の世界に入る扉 夢の扉ならいいけど風がとってもいい気持ち草の匂いもしていますやっぱり夢の世界パシャン水をたたくような音が聞こえました何の音ここはどこなのパパシシャ、パシャ 確かに水の音よね。ティアラはもっと水音のする方へ行ってみることにしました。あの木の向こう側は湖なの水の音がだんだん近づいてきます。すごい大きな湖。とっても静かです。パシャパシャン。 音のそばまでで急ぎ足ですまあなんて綺麗な白鳥。でも動いているのは片方の羽ばかり。もがいているようにしか見えません。怪我をしているのね。誰がこんなひどいことを黒いミミズクが突然やってきて大切なものを。あれがなければこの傷は治らないのです。 耳づくどこへ行ったのあの扉から行ってしまいましたその頃楽屋は大騒ぎダンサーたちがローザ先生の周りに集まっています確かにバレエの女神にかぶせておいたのに女神というのはこの楽屋に置いてある彫像のことなぜ女神かって それはね、この彫像に公園で使う冠をかけたりして、公園が成功しますようにってみんなが気持ち合わせてお願いすると、不思議に願いが叶うからです。それがなくなってしまったのです。取り返してくる、ティアラはもう走り出しています。待ってください。 これを持っていかなくては、これは必ずあなたの力になってくれます。白鳥は自分の羽を一本抜いてくれました。扉から出るとき、ティアラはふっと気がつきました。これって劇場の裏門劇場の裏通りをまっすぐ行くと、道が三つに分かれています。 右へ向かうのは公園に続く道左へ向かうのは川に続く道真ん中は市場に続く道どっちに行ったのかしら何か手がかりがあるでしょうかあ公園の方だわそうミミズクの茶色の羽を見つけたのですところどころに落ちている 茶色の羽が手がかりですミミズクを見つけました白鳥さんの大切なものを返してティアラは精一杯頑張って声を張り上げました大きなミミズクはティアラをじろじろ見るとふんと鼻を鳴らして言いました嫌だねティアラをバカにしている様子です またふんと鼻を鳴らすと大きな羽を広げました飛び立つ前に取り返さなくては待って慌てた手荒の手から白い羽が落ちてしまいましたするとどうでしょう白い羽は風に乗ってふわふわと舞い上がっていきますそしてミミズクの目にぴったりと張り付いてしまいました ミミズクは大慌てくちばしから金色の冠をポロリと落としてしまいましたもちろん冠はティアラが見事にキャッチミミズクは悔しそうにほうっと一声泣いてどこかへ飛んでいってしまいましたよかったティアラは冠を抱えてずいぶん歩き回っていたような気がします なんだか薄暗いし頭がクラクラしています。いつの間にか目の前にリラお姉さんが立っていました。ティアラったらどうしたのティアラもびっくりしました。あれさっきの白鳥さんはありがとうティアラちゃん。よかったわ。と言ってローザ先生は冠を彫像にかぶせました。 それを見てティアラはびっくり。だってそのバレエの女神って白い大理石でできた白鳥です。さあみんなも一緒にね。公演が成功するようにローザ先生と一緒にみんな心を合わせてお願いしました。ティアラはなんだか夢を見ているようでした。私本当のバレエの女神に会っちゃったの 作くしめのゆき」絵「小野の襟」